JR 室蘭本線三河駅の駅前にやってきました。駅前広場はですね、非常に広大でして、盆踊りの櫓的なものが立っています。その奥には農業用倉庫、これが駅前通りですね。駅前通りはね、この加賀屋旅館とかね、駅前旅館とかあったりして、意外とね発展してるんですよ。駅へのフリーアクセスは難しいですね。駅舎を経由していくタイプです。そしたらね、駅舎の方まず行きましょう。駅舎はね、隣の駅と全く同じですね。ただ駅ノートは置いていません。ガラーンとしてます。そしたらですね、一番ホームの方行きましょう。なんかカンカンなってて、またキハ40がですね来ましたけれども、あれ何なんだろう、どこに彼やってきた、キハ40。俺がさっき撮影したやつと同じかな、ちょっと分かりません。これ三河駅の、一番ホームですけれども、こんな感じのサムネイルかな。ちょっと電柱がやや邪魔ですけど、まあこんなもんかなっていう感じですかね。はい。あれなんだ、1706ですね。ホームの長さは、まあ、3両分ちょっとぐらいですかね。ああ、またね、飛行機が。これはなんだ、エアドゥーだな。ただね、三河駅、キハ40発車します。こんなところでしょうか。はい、そしたら湖心橋を登って2番ホームの方行きましょう。あ、ここにね、貨物船が残されてます。見えるかな、見えるかね。いや、こういうところにね、かつての運搬路線としての栄光を感じます。一応つながってますね、途中で途切れたりはしてない。残ってるって珍しい。そしたら湖心橋を上がって2番ホームの方、現地調査していきましょう。湖心橋はね、特急すべき点はないな。隣の古山駅の方が、湖心橋はなんかね、綺麗だった。こっちはなんかね、錆びてたりして、ちょっとボロい。今はね、一面2000の駅なんですけど、昔はここね、2面3線だったと思います。こっち側の線路は撤去されています。ああ、この駅名表を使ってサムネイル撮った方がいいかもしれないな。次はね、いよいよ多いわけですね。ああ、こっちの方がなんか旅情があっていいかもしれない。駅舎入んないけど、こうかな、こうだな。
よし、それでは時間も押しているので今日はこの辺で。